ランキング。はい、この番組はですね、私勝成がホールにある出玉ランキングに乗ることを目指し、俺はランキング王になるということを目標にした番組です。ランキング王、すなわちランキングです。ということでですね、皆さん一度は見たことあると思うんですよ。ホールにこう月間出玉ランキングだったり、パチンコパチスロっていうのであると思うんですけど、あそこに乗ろうじゃないかという番組なんですけど、まずね、そもそもパチスロであれに乗るということはですよ、これ万枚を超えていると思うんですよ。なんだったら1位はコンプリートとかだと思うんですよ。かなり難しい難題なんですけど、そのランキングに乗ることを目指すと。そして今日打つ機種はですね、もうランキングにふさわしい機種、新番組一発目はこれしかないということで、この機種にしました。バルブレイブです。もうバルブレイブはですね、僕本当にもう因縁がめちゃくちゃありましてですね、まずちょうど1年前ですね、オールナイトに行って、なんと逆万枚を達成しました。20万円負けです。そして気づけば、僕がバルブレイブで負けている金額はですね、50万円を超えました。いやー、ほんと今まで出会ったパチンコパチスロの機種で一番負けてます。50万円負けてる僕ですが、そんだけ負けてるってことはやっぱね、いい思いもいっぱいしてるだろうと。なんと最高獲得枚数はですね、3000枚です。おかしすぎる。もうそんくらい相性は悪いんですけど、いつか出るだろうと思い続けて打ちまくってたら50万負けてます。そして本日はですね、青森県にありますマルハン浜田店に来ております。新番組一発目、初の青森県ということで、もうランキング王になるために頑張ります。出玉ランキングを見てみたいと思うんですけど、11月ですね、ここのホールはですね、パチンコでなんと9万発です。しかもその台がかぐや様っていうね。で、一番注目したいのがこのスロットなんですけど、やっぱり1位はバルブレイブですね。16000枚、5分の2でバルブレイブといった感じですね。だいたい13000枚オーバーですねを目指せばいいということですね。よし、ついに取り返す日が来た。もうブブブでいきます。1枚目、ない。いやー、アキラじゃん。なんか間違って当たんないかな。あるぞ。はい、よし、アキラ、ここは通さなかん。投資6000円。だいたい期待度で言うと約 70% ですね。絶対通さなかん。いきなり外す。いやー、耐えた。しかもマリエ、これはもう外しようがないから。フリじゃないから、マジでしっかり OK。 革命プッシュなんで革命ボーナスと来たよ。12000円、残念。やっぱり俺の知ってるバルブレイブだ。すっ、よし、やっとや。頼む、マジで下段じゃない、耐えろ。うわー、決戦引いてしまった。くー、3万7000投資ですね。ゲーム数でいうと1040ゲームです。いや、マジで意地で通す、それしかない本当に。まあ、ここはもうね、遊んでる暇はないですから、全然 OK。 2回もチャンスあるんだもん。はい、耐えたね。あと2回 OK、 大手。
よし、マジで一発で決めてやる。いける。ああ、いやー、これ取るか取らない天と地だから。いや、いける。よし、あっぶねー、よかったマジで。でもこっからスタートだからね、本当に。それこそオールナイトの時に14時間超革命ラッシュに入らなかったんですよ。考えられないよね、普通だったら閉店してるから。そんなこともあったから、ここマジこっからなのよ。スッとここへ行こう。いや、違和感ないけどね。いやー、マジやってない、これもう怖いんだけど。この後、いやー、ちょっとレア役でかー、やばいやばい、あっぶねー、よかったー、完全にやってると思った。いや、ちょっと、早いよ。いや、いい、忘れよう。大丈夫、どの道引くから。オッケー、危ねえ。あと1回頼む、決めよう。消えないね。頼むって、やばい。もう最後はこれレアキ引くしかない、マジ頼む。うわ、レアキじゃない。あ、レボ、よし。こっからなんだよ、これ腹切りドライブ持ってこないと。いや、ほんと俺バルブレイブでやりたいこといっぱいあるんだよ。追撃ドライブもやったことないし、それこそ革命分岐すらないから。でもしっかりね、始まったばっかだから今しっかり。よし、まあないよね、そんな簡単には来ないよね。オーケー。でもたまにこれ外れるから、あー、スイカはやだな。いやー、ほら、いや、忘れよう。オーケー。ちゃんとね。オーケー。初めてやっと弾けた。長かったマジで。おい、どんだけ使ってやっとここまで来たよ。これさえ僕初めてですからね。まあこれぶっちゃけ、試順中押してってあるんですけど、まあね、右からとかでも左からでも押してもいいんですけど、ずっとね決めてたことがあるの。右押すって決めてたの。よし。よし。で、え、え、あ、ちょっと待って、これってさ、ここでも有効だよね。しかもチャンス目、強チャンス目だよね。うわ、やっと弾けた。ちょっとすごいことが起きてる今日。俺の中では初めての体験が、初体験が。まだ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 だよ、まだだよ。ただ第一第二でも行く時あるんでね。行かない。第三頼む。ああ、いや、でもでもでも OK。 いや、やっとできたわ、やっとできた。いやー、マジか、ずっといくら使ったと思ってんのこの台に。本当に
長浜人長かった。さあ2000枚超えてなんとかプラスなんですが、ここで終わりにしたくないわけよ。頼む。革命ラッシュ頼むよ。よし、なんかあるんじゃない？あったりしない？まああるわけないよね。そんな簡単じゃないよね。いやでも期待したくなっちゃうよね。ここでスッといこう。いやこうなると厄介だな。ここまで追い込まれると厄介だな。ガーレークじゃない、ほえー、でもいける。あ、いけないの。ちょっと助けて。早いって早いって早い。いや早い。さっきね、気づけば1103ゲーム、もう616枚しかない。いやマジでもう決めなかん。9回目のチャンスゾーン、今んとこ成功したのは2回のみです。いった、オッケー。多分この前のリプレイで取ってたんじゃないかな。さっきだったら 10% から 20% ぐらいあったと思うんで。下段、うん、よし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 、あぶねえ、死んでない。いやちょっと厳しいな。あと10ゲームでまだ400枚。お、きたちゃん頼む。 56% でホールド。まあとはいえまだ1回もホールドしてないんだけど、まあマリエはないとしたらもう行った方がいい、行った方がいい、行った方がいい。ここ行かない。ニナビ、そうだよね。でこのホールド中もホールドの抽選をしてるわけだから、ここで引きたいんです。行かないよね。ニナビ耐えて早く、ふぅ、いやもうオールナビ、それしかない。耐えれる、やれる、いける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 、全然いける、いけるよ、マジでいける。ちょっともうあと何回か見てないけど、このテンポをリズムを崩さずにいきますね。もう下パネル消えたら勝ちってことでいいですね。いけるいける、テンポ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 、自力でいけばいい。いった、よし、これはね頑張った、マジで。いやーボーナスまで2連続で1000超えてんだから、ここもいっていいでしょう。超革命に違和感はない。消えて、消えない、もう追い込まれんの。いや行く、ガー頼む。いやー遅いのでは。頼む頼む、革命ボーナス下段、やられてたまるか。即死。133ゲームで当たったんですが9馬です。いやちょっと一発で突破させてよ。お、引いてる、頼む頼む頼む。30パー取ったでしょ。はい、取ってんじゃないのこれ。さすがに取ってるよ。 OK、
よし、マジでもう250枚しかないからラストチャンス、マジでラストチャンス。残り25ゲーム半分で今200枚です。めっちゃ調子いい。いやー、56%取ってくれ。もうそれしかないぞ、取ってくれ。先じゃん、伊藤、先先先。よし、でかい、4ベル以上、これはでかい。いやー、この後行ったりしない？行ったらめちゃくちゃ激アツ。おいっと、これ行ったんすよ。ってことは6ベルか8ベルなんですよ。これ6ベルか8ベルが選ばれるのって1対1なんですよ。なんで8さえ選ばれちゃえば革命ラッシュ、つまり 50% で革命ラッシュです。だからこの後なのよ、大事なのは。いや、いい、頼む、マジ大事。この後行けば勝ち。いった、マジで無理やりパワーでねじ込んだ。危ねえ、本当に8ベル引いてなかったら超まで絶対行く。激アツ。あ、上の線めっちゃ珍しい。これ京都役じゃないんだ、取ったんだ。2回でいいんだもん。いや、さっき即落ちだったもん。2回でいい、取れる。 OK、 ボタン飛び出した。レバーオンで、あと1回。いや、何回やってもここがひりつく。ここが一番力入る。突破したら嬉しいけど、やっぱ突破できなかった時の苦しさをもう何度も味わってきてるから。京都リプレイなわけないよね。京チェリー 10% 取ったりしない？もう決めちゃわない？さすがにないよね。頼む頼む頼む。消えて消えて、消えない。違和感、違和感ない。消えて、頼むって。追い込まれたくない。頼む、マジで頼む。消えない。いやー、追い込まれたか。いや、引くしかない。じゃあもう引こう、何が何でも。ずれない、遅れた。いった、本日2度目。あぶねー、もうあの3ゲーム目まで追い込まれるのが本当やだ。いや、ここまで来れるとやっぱ楽しいのよね、この台。やっぱひりつく瞬間いっぱいあるし、面白いのは分かる。で、3000枚しか出したことない僕が言ってるんですけど、でもその先を越えたいのよ。この時間のためにあんだけしんどい通常時を打ってるわけですから。通常時何一つ面白くないんだから。さあ行こう。 OK、 下パネ消えた。おっ、マジっすか、いきなりっすか。腹切りじゃないっすか。越えろ越えろ越えろよ越えろよ。越えないですか。まあまあ OK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 。 今腹切りが出てきたっていうことがめちゃくちゃ大きい。やっぱね、一回来るだけでこの後も期待できちゃうから。6だったらね、4分の1、5分の1くらいで来るわけだから、もしかしたらそれあるんじゃないみたいな。こっからはちょっと希望が違いすぎる。いや、スッと消えて。よし、いや、1回あったんならないかな。いや、そんな甘くないよね。まあ一つのテーマである有力感を切るということも大事なんだけど、これどこで切れてるかもう分かんないからな。じゃあここで、絶対ここで。いやー、こうなると嫌なんだよな、マジで。レア役、悔いのない、悔いのないレバーオン。いやー、消えない、
手早くじゃない。マジ早っ。助けて、継続しない。早っ。いやー嘘でしょ、続かない。ポーンって言ってくれよ、それしかないのに。はあ、いやー結構かかっちゃったね。800超えてますね。ただ実ゲーム数は471。アキラ今日朝一失敗したから絶対決める。ここはレア役でいい、これでいいんですよ。オッケー、絶対ビッグ。あっさりきた、頼む。うわマジか、ここに来て。これ絶対ここで突破できる、マジマジね。これでしょ、まず1個でしょ。やっと1個取れたわけじゃん。ってことはもうここからよよいのよいよ。何よよいのよいって。頼むよ、あと2回、あと2回は決めなきゃいけない、そう決まってんだ。よし、あと1回、俺はランキングになるんだ。頼むマジで真ん中ね。いやもう怖いから一発で決めよう。1回で十分、2回目とかいらない、一発で十分。 Thank you Oh my god、 ここじゃない。 Thank you OK、 よし、いやマジでラストだ、頼む。4回目の革命ラッシュ。いやもうここで、ね、失敗する暇はない。ないか、大丈夫、マジで大丈夫。 OK、 テロン引ける。てかここでマジレア役引けるよ、今日1回も引いてないもん。点灯、頼むぜ。違和感、あーない、ここで決めたい。革命ラッシュ言ってるじゃん。よし、あのねマジでね、俺今日やれてるよこれ。1日3回目だもんこれで、超革命。こんなんで終わることは絶対ない、即落ちなんて。振りとかじゃないですから、マジでないからね。音止まった、よかった。言っても怖いからね。そろそろレア役引いていいと思う。まだ1回も引いてないよ。よし、必要ないと。え、マジマジ、超えろ。超えないか、え、マジ、え、ちょっと多くね、こんな行くっけ。え、マジ、ちょっとなんか気になってくるな。でも分かんないんだよな、もうこれ腹切り来てるように感じるけど、俺あんまり出しちゃうんないから分かんない。いやそうなんだ、あのね、高設定打ったことはあるんですよ。でもね、その時ね、8万ぐらい負けたから、そもそも超革命入んないみたいな。でもこれなんか多いような気もするけど、まあ引けるっちゃ引けるんだよね。まあいいや、もう設定なんか。いやちょっともうとにかく続けたい、継続させればね、そういう腹切りが多いのかどうかの答えも分かるし。ちょっと今までね、継続しなさすぎ、10に行ってないもんだって。オッケー、おとなしい。まあそうだよね、そんな甘くはないよね。さあ今日の最高記録9連まで来ました。しっかり1個ずつ頼む。違和感は、やだー、消えない。おーい、待って、なんで急でもうこう追い込まれる。いやもう自力でレア役引けばいいんだな。ほんと頼む、ほんと頼む。うわ、第一とかで消える可能性もある。おっしゃ、うまっ、危ねえ。これは完全に耐えた。さあ10出ないね画面。そりゃあそうか、
さあ1500枚突破。まだこっからよ、一個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 スッスッスッ早いんだわ。いやさっきもやってきた、なんで頼むって。いやずれない、消えない、頼む。なんで10。いや伸ばせないや、伸ばせない。じゃあ消えてよ、ここで消えてもよくない？消えないや、うん、はい、ということで、実践終了しました。まず最初に結果の方だけお伝えしたいと思います。投資が3万7000円なので、1850枚です。で、回収が2421枚ということでですね、なんと3枚でプラスの571枚です。まあ、実際僕バルブレイブ打ってこれで2勝目です。571枚でも2勝目です、恥ずかしながら。いや今日はまあランキングということでね、ランキングに載せるために万枚、そしてさらにその上を目指すっていうことはちょっとできなかった。2421枚じゃこんなんじゃ乗るはずがないぞと、今日のランキングさえも乗らないということなんですけども、個人的にはやっぱやっと革命分岐を見れて、しかもそれでね追撃も初めてやれたということで、まあ初体験尽くしてよかったんですけど、でもそれをやっと手にしてもう浮いたのが171枚かと。まあ設定名なんですけど、これねマジでわかんない、なんかもうありそうな気もしちゃうもん、やっぱ腹切りくると。で超革命ラッシュ3回入って、おのおの1回ずつあって計3回やったと。まあうち1回は革命分岐ということなんですけども、いやーなんかそれだけ見るとあれなんかもうありそうじゃんっていう感覚になってしまう、やっぱりなってしまうけど、それ以外の面がめちゃくちゃ弱かったなっていうので、 BR 比率で結果ですね、ビッグが3回、レギュラー4回なんですね。だから3対4と、まあ、6だったら2対1っていうことを考えるとまあ厳しいかなと。あとまあ画面ですね、終了画面でまあ15回以上出て1回だけ奇数しさが出て、あとはもう全部デフォルトといった感じですね。まあちょっともういろんな判別要素説がありすぎてもう分かんないですね。ただね今日はなんとか勝ててよかったなとは思うんですが、肝心要のランキングに乗れなかったっていうところです。これができなかったんで、また次回以降はそれを目指してやっていきたいからというふうに思います。だから本当に普通の番組だったら万枚目指しますとかじゃないですか、もう違うんですよ、ランキング目指すということはもう万枚は当然必然なんですよ、その上超えていくっていうのをまあいずれやれるように頑張っていきたいなというふうに思います。はい、ということで皆さん今日はご視聴ありがとうございました。よかったらいいねボタンにコメントの方、僕ちゃんと全部拝見していますんで、ぜひしてください。ということで皆さん、次回は必ずランキングを